この動画の目的は、ジュンの動画のクルーズのうち、クイーン・エリザベスの動画でハイライトをピックアップし、どんなクルーズなのかを紹介することです。この動画でクイーン・エリザベスのクルーズを大まかに掴んでいただき、より詳しいことはそれぞれの動画をご覧ください。クイーン・エリザベスは日本でも豪華客船の代表として有名な船です。最近は日本にもよく来ていますね。総トン数は9万トンですが、世界最大の客船は22万トンもありますので、クルーズ船としてはそれほど大きくもなく、中くらいの船です。ただ、豪華さではトップクラスの船です。さて、動画は母港のイギリス南部のサウザンプトン港に停泊しているクイーン・エリザベス号です。サウサンプトンに停泊していたクイーン・エリザベスで出かけたクルーズを紹介します。今回のクルーズ、サウサンプトン港を出港してフランス沖のイギリス領ガーンジー島に寄港し、サウサンプトンに戻ってくる3泊4日のショートクルーズです。客室は最低クラスの窓なしで、1人だけのシングル仕様です。場所は船体の黒い部分のところで、カジノの横でした。利用した客室の動画もありますのでご覧ください。料金は客室を1人で使用するシングルユースで9万9000円です。3泊ですから1泊あたり3万3000円です。ちなみに2人で利用すると1人あたり5万4000円で1泊あたり1万8000円です。この料金で船内でのほとんどの食事、夜のショー、昼間のカルチャー教室などもすべて無料です。ガンジー島では島内バスツアーにオプションで申し込みましたが、これは有料です。クイーン・エリザベスのクルーズ代9万9000円。福岡からロンドン間の KLM オランダ航空のフライト料金。クルーズの前後宿泊料金。その他食費、雑費などを合わせても総計約31万円ほどで済みました。イギリス在住の方なら格安でクイーン・エリザベスのクルーズが楽しめますし、イギリス旅行を計画している方もロンドンでバカ高いホテルを出すくらいならクイーン・エリザベスに乗った方が安くて充実した旅行になると思います。次からは今回のクイーン・エリザベスクルーズのハイライト動画をお楽しみください。私の客室に向かっています。カジノの横です。これがクイーン・エリザベスで一番安い客室です。一番安くてもちゃんとウェルカムシャンパンが用意されています。ベッドはシングル用の狭いタイプです。客室は案外広くて圧迫感は全くありません。タイタニックのジャックの部屋より随分良くて、廊下には鉄格子もありません。クルーズ船にはフォーマルナイトというものがあります。フォーマルナイトではドレスコードが指定され、クイーン・エリザベスでは男性はタキシードかダークスーツ、女性はイブニングドレスかカクテルドレスです。ご覧になっている動画は、フォーマルナイトの夕食でブリタニアレストラン前でオープンを待っている方々です。ブリタニアレストランはバルコニー客室プラスのレストランで、スイーツ客室の乗客は別なレストランがあります。階級制の国、イギリスらしいですね。窓なしの客室の私でもブリタニアレストランで夕食がいただけます。フォーマルナイトのディナーの私のテーブルです。船の最後部で非常に良い席です。6人分用意されていますが、あとの5人は誰だか来てみなければ分かりません。私以外は全員イギリス人でした。今現れたウェイターが私たちのテーブルの係の人です。料理はメニューを見て、スープや肉や魚などのメインの皿、サラダ、デザートなどいくつかの種類の中から選ぶことができます。逆に決まっていないので、英語のメニューからどれを選んだらいいか苦労します。決められないときは
ウェイターにおすすめを聞いても良いと思います。ディナーの後にはタイミングよく船内の劇場でコンサートがあります。大部分の方もコンサートに出かけます。当日のコンサートはビートルズのコピーバンドが出演していました。もちろんこのコンサートも無料です。ここは9階にあるビュッフェレストランです。いわゆるバイキングスタイルです。ブリタニアレストランで他の乗客と一緒にフルコースの食事も良いのですが、一人で気楽に食事をするなら眺めの良いビュッフェレストランに限ります。この日の朝食はイングリッシュブレックファースト風にしてみました。ちなみにオムレツは注文に応じて目の前で焼いてくれます。イングリッシュブレックファーストではパンはトーストが良いのですが、焼くのが面倒でクロワッサンにしました。この海はフランス沖でガンジー島に向かっています。クイーンエリザベスはイギリスの船なので当然アフタヌーンティーがあります。毎日ではなくこのクルーズでは1回だけでした。アフタヌーンティーは大変人気があるので遅れていくと満員で座れなくなります。私は開始時刻の30分前に行きました。会場はクイーンズルームという広い部屋で、ここで夜には舞踏会が開かれます。アフタヌーンティーなので原則飲み物は紅茶になります。まずはサンドイッチから始まります。サンドイッチは種類がありますので自分の好きなものを選びます。緑色がキュウリのサンドイッチです。昔はキュウリが貴重品だったため、富の象徴としてアフタヌーンティーでは必ず出てきます。アフタヌーンティーではサンドイッチ、ケーキのほかにスコーンが出てきます。スコーンだけのアフタヌーンティーはクリームティーと言います。スコーンにはバターではなくクロテッドクリームがつくものです。特にデボンチークさんであればベストです。舞踏会がオーケストラの生演奏で始まりました。登場した年配の男性2人は舞台専属のダンサーです。うまく女性を誘い出し、舞踏会の始まるきっかけを作っています。私も誘われはしないかと思ってドキドキしました。フォーマルナイトのお楽しみの一つが舞踏会です。クイーンエリザベスの舞踏会は伝統と格式があり、フォーマルナイトに行われるので
とんどの方が見物人も含めてタキシードやイブニングドレスです。このゴージャスな雰囲気で行われるのがクイーンエリザベスの舞踏会です。Here in the Queen's room tonight. How are you all? All right? Fantastic. I have to say, you all look absolutely lovely in your formal wear. Welcome, welcome once again to our 175 Cunard Ball. Now, what have I got in store for you all tonight? Well, folks, we obviously have some fantastic ballroom and Latin music from our Queen's room orchestra under the musical direction of Harry Nijkamp. There they all are. Thank you, gentlemen. Yes, let's have a nice big round of applause. Thank you, gents. There we are. Fantastic.Coming up a little bit later on, we have our vocalist Paul. Also, ladies, if your husband doesn't dance or your partner doesn't dance, these gentlemen are here for that as well. They're my three gentlemen dancers. You got Charles, come to the floor, Charles. You got Michael and you got Roman. Come to the floor, gentlemen. Line up. Come on, line up next to me. There we are. Aren't they handsome? Now, folks, as you can see, we are all dressed the same.But I am not a dance host. Ladies, if you want to dance with me, you may get your toes trod on. If you want to take that risk, you can. Ladies and gentlemen, please give a nice round of applause to my gentlemen dance hosts. Here they are. Thank you, gentlemen.豪華客船といってもこのような格式の高い舞踏会のクイーンエリザベスというのはあまりありません。社交ダンスのダンスが好きな方にはたまりませんね。ちなみにこの舞踏会の会場は先ほどのアフタヌーンティーの会場でもあった同じクイーンズルームです。Two needle. We start with
クイーン・エリザベスが酔った港では観光ツアーが楽しめます。追加の料金にはなりますが、その価値はあります。人気のバスツアーは満席になることがありますので、早めに予約してください。ガンジー島のバスツアーも日本で予約していました。I'll try and answer anything you have to say, or ask me, shall I say. Okay? Excellent stuff. Right, off we go then. Their own defences. Now the gun is a real one, it's the only one that's left in existence. But right, there's a little cliff walk just along, there's a 5-minute walk. クイーン・エリザベスのクルーズを大急ぎで紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。3泊4日のクルーズ、しかも10万円くらいのクルーズで、どれだけ楽しめるかお分かりいただいたと思います。このジュンの動画チャンネルのクルーズリストは、クイーン・エリザベス・クルーズのもっと詳しい動画がたくさんありますので、ご覧ください。